というわけで、皆さんどうも、こんばんは。音でけ音でけ花子花子さん花子さん音でかはぁ、さぁ、さぁ。ちょ、やってみようか。ねえ、にゃ。あの噂を覚えてる。うん。なんで？聞いた話によると、噂の場所はこの学校らしいよ。あ、字幕見えない V で受ける。ちょっと横にしとくか。ちょっと、ちょっと。こっち。噂の女の子は女子トイレで自殺したんだって。3階の3番目のトイレで。女の子は巨大なナイフを持ったまま血を流して死んでいたみたい。もう巨大なナイフって聞くとなんか頭の中モンスターハンターみたいになっちゃうよね。てんてんてん。巨大なナイフ。うん。もうすごいなんかもう担いでるようなのが頭の中出てきちゃう。私が前に話した女の子の赤いスカートのことを覚えてるでしょ？いや知らないよ。いや急になんか話した前提で言われても困る。てんてんてん。もうこれ完全に忘れてるやん。それがね、実は赤色のスカートじゃなく、ん？赤色のスカートじゃなくて他のみんなと同じ制服を着てたんだって。うん。赤いスカートの話がよくわかんない。でも赤いスカートなのは、出た！自分で流した血で服が染まっちゃった！キャー！ふ、あ、いいね。いいよ。こんぐらい。あ、誰？は？あ、誰？急に出るな！うわー、なんだこのゲーム！もう怖いやん。懐中電灯と近づいてくるな！なんだよ！懐中電灯取っただけだろうが。確認なんだけど、花子さんの噂って、呪いたい人の顔も、を思い浮かべながら、花子さんを呼べば呪うことができるんだったよね。つまり、花子さんを呼ぶときにあのいじめっ子を思い浮かべばいいってことで合ってる？呪いとかってちょっと怖いけどさ、いじめをする方が悪いもんね。え、なに？あ、これからなんか、花子さんにお願いをしに行くってこと？めっちゃこっち見るやん。お前らが行けよ、先に。はい、どうぞ。いいですか。こっちか。男ベンジョン。女ベンジョン。ここか。準備はいいか、お前たち。行くぞ。世は大海賊時代。ありったけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。何するんだっけ、画質が明るすぎて、右の選択肢がよくわからない。コンコンコン、入ってますか？はーなこさん、遊ぼうよ。うえ、どっか始まったね。左上になんかさ、ゲージがあるのが気になってくるよね、僕はもう。花子さん、遊ぼう！何も起こんなくてよかったかも。本当に呪えたら怖いもんね。噂ってこんなもんだよね。はい、ここ。ハイドポジ。ここに大きいゲームしとけばさ、大きいゲーム、大きいゲーム、これ見た方がいいですか？見た方がよろしい。あーあー、見ちゃった。なに、え、おお、始まった、出た、あれだ、あ、え、なこれ、え、小判、おお、寿司に小判、開ける、閉じる、あーだ、シフトで走れます。しかし、敵にあなたの足音が聞こえるかもしれません。注意してください。敵？敵？ね？ね？え、これ何するゲーム？ないよ、こんなの。普通はないって。あー、ないよ、こんなのは学校に普通はないよ。小判。金とささやく声が聞こえる。何？小判を使います？え？小判を使わないとセーブできない系のあれ？うい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 、あ、え？え？あ、夢？ダメかも。
無事だったんだね。何がどうなってるの？目が覚めたら私は2階にいたの。下から音がしたから降りてみたら、シャッターが降りてたの。これ、拾ったんだけど、プールから変な音が聞こえたから気をつけてね。何？プールの扉の鍵、プールから変な音が聞こえたのっつって、プールの鍵渡す神経どうなってんだよ。違う。こいつや？おい、来た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 来あれ？あれ？あいや！あいや！誰？誰かしら？いや、こっちのセリフだよ。誰かしら？お客さんかしら？注意して。さまよいもの、さまよう者たちの気配を感じる。懐中電灯を持ってるのね。そりゃよかったね。彼らは光に弱いの。でも、効き目はそれぞれ違う。だから光を集中して当たる必要があるの。はい。あなたがさっき見たビジョンは？そっか。花子さんがお出迎え。うっ。へい、へい。うわ、こうは。目どうなってんのよ。え、もうえん。これもう出てくるやつやん、これ出てくるチュートリアルやん、これ。入ったー。うわー。やばい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 。うー、びっくりした。そんな物理的な感じかと思わなかったわ。え、これでで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 きすできすでこっちだけなーだったかだーだったってーだったってルル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 ルバイ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 はいはいレバーがないは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 い積んだ足音それはずれだー入ってくるなんて聞いてないよ待ってよババ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 バ当ててるんだけど当ててる懐中電灯当ててるって当ててるって当ててるって当て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 ておいバカ野郎なんだこのゲームあしゃがんだら足音消えるしゃがみしゃがみおおあった C ステンバイステンバイあ結構結構な結構な速度だすげえちょっと想像したら笑ってきちゃうなこれ自分が今どこにいても全然倉庫 B 開けますはい何やこれん何これ何もないけどん何もなくないあこれああ取れたおあれば何何シャッターとか開いたんかなこれでんあっあ来た待って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 あやっぱでもおお抜けてる抜けてるはしごを置くはしごないよそんなのあ降りて降りれた普通に降りれたよなこれあーこれかあなんだなんだはしご持ってるどど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 
よこれ。クリアしたい。あー、行ってきまーす。体育館だ。何これ、卒業式みたい。雲が乗ってる。雲になったんだよな君は。いいのかなこれ。ずっとかがんでんの、ウケんだ。ああ、ああ、地獄に落ちる。食堂の鍵、やっべ、終わる。やばいやばいやばい、まずまず死ぬ死ぬ死ぬ。お願いします、本当お願いします。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ごめん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 、ほんと無理、ほんと無理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 。許してください、お願いします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 。一回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 って、一回って、一回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 一うえ、なに、図書室、図書室 ?2 階にあったな、図書室。あ、図書室だ。何の話してる。保健室の鍵。初めてのお菓子レシピ。何？ラバーカップ。あ、トイレかな、これ。どこだ？あったあったあった。あったあったあった。なんだ？なんだ？回復あるだろ、絶対。絶対回復あるだろ。絶対回復あるだろ！あーたー！よかった！よかった！絶対に手を入れたくない。来た！クモのススプレー！これじゃない？わお、取れた！うお！体育館や。何これ。いやー、卒業生諸君、今日はですね、お日柄も良く、ね、
やっぱ卒業式ということでね、あの体育館にはですね、有名なデザイナーを呼んでですね、この蜘蛛の巣をイメージしたあのねデザインをですねしていただきました。この世で一番このゲームを早く終わりたいのは誰？あたし。え？何？なんだ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 ？え、待って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 、なんだ？え？どうしたらいいのこれ？なんか飛んできてる。なんか飛んできてる。なんだ？お、なんだこれ。なんだこれ。これでいい？これ？これでやってる？いて！これでいい？ああ、これでいいんだ。理解理解理解。よしよしよし、全部落ちたよ。4箇所にスポットライトがあるので電球をセットしてください。どこそれ？あ、こういうことか。なるほどね、理解した。よかった！だ夢！助けてくれてありがとう。私はなんてことをしてしまったの。だからバチが当たったんだ。エリア大変なことになってる。私実は1年生の時からずっとエリに知っていただいた。正義感が強くてみんなに優しくてコミュニケーションを取るのも上手だからみんなに好かれてて、それに比べて私はコミュ障で相手と壁作っちゃうし、エリに侵されてしかない。今そんな長語り、自分語りしないでもらっていいですか？ちょっとこっちは緊急事態なんです。いじめっ子じゃなくてごめんなさい、全部私が悪いの。私なんてひどいこと。もうどうでもいいんだよお前のそんな事情は。あてっこあてっこ、これ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 、きたー、滅。綺麗だ。あれ、おう、へへへへへ、あの虫を倒せたのね。虫は所詮虫ね。無視しちゃったっつって、ははは、ガハハハハ。え、それ以上でもそう思わない、それ以下でもない、そう思わない。さまようものはまだ周りにいるわ。まだまだ気をつけて。見つかったら相手が近づく前に何とかしないといけないのを覚えておいて。彼女が見える時だけあなたに危険が及ぶわ。彼女が見える、職員室、校長室、職員室、あったあったあった。おう、何？なんだ？なんだんだ？なんだ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 んコンピューター、コンピューター、コンピューター、なんこれ？え、触るとなんかコンピュー、うわあ、ピクちゃん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 、こうか、こういうことか。やばい、死んだ。うわ、え、ん、
プション。足長っ、スタイルいいな。で、3階上行くか。マスターキーがあったら何でもいけるってこと？オーブキシャ、ゴミ箱、マイク。なんだ、生主でも始める気か。配信者、お、どうだ。もうお前は見切ったぞ、俺完全に。全然怖くないわ、こいつ。おい、変だ、変だ、バイバイ。ここの中ある？あ、これ？これか。カレンダーに何か書いてある。え？しゃべっとこう。はい、麦ちゃん。おお、うるせえ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 。なんだ？おい。ん？なんだ？これで進んだことになるのかな？あ！ああ！これあの子じゃないの？ひどく怪我をしてみたい。え、どうしたいの？お札？え、これ、回復あげた方がいい？手当てする。はい。腕細っ。え？あ、これあれ？トイレにいた子？え、これってエリー？お守り手に入れた。はい。おーおーおー。こわこわこわ。おわ、ババーン。ちょっとなんか消え方ポップだな。今日の日替わりランチ。あ、ここが食堂か。うわ、マネキンいっぱいあんの怖えな。これ。マネキンってやっぱちょっと怖いよね。なんか。やっぱ人間を形、人間の形をしてるのに、なんかやっぱ正気を感じないっていうの、やっぱ怖くないですか？人形って。なにこれ。電池電池。うわ！ああ！え？え？なんか隅のマネキンにスーって入ってたよね、今ね。あの首がなかった。え、塞がれちゃった。角だったよな。おー、そういうことか。おお。おい。ははは。どうしたん？何のポーズなんそれ。あ、これあげんのこれ。あ、え、いて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 。え？ああ、はい。ちょっとずれてないこれ、首。ちょっとずれてるけど。ろうそくだ。取れた。用務員室。あ、ここだ、ここだ、ここだ。ああ、これで数字ってことか。これね。1024。どういうことだ ?20561024。2108になるのかな。いや違う、1000か。1108になるのか。多分。できた。やったー！ほら！なんだなんだ？屋上かこれ。外？これ。
なにこれ、牛乳とパン置きっぱにしていいんかい、こんなの。ここに何か置けそう。あ、ろうそくか。おー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 、あー、なんだ、八田の鏡。私、本当にあなたを助けたいと思ってたの。何か使えるものがないか探してたら、これを見つけたの。地下のドアの鍵みたいなんだけど、怖くていけなかった。それよりエリを見つけないと。ああ、それよりって何？え、これどうすればいいんだろう？もう行っていいのかな？あ？え？カンコーン。キンコーン。カンコーン。ここっしょ。地下室の鍵、これ。あれ？来た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 。来いよ。どっち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 。え、なにここ。あ、バッテリー。うわー、なんだこれ。バッテリー。絶対戦うやん。あ？エリー。あの子は本当は誰も傷つけたくなかったの。すべて終わらせたいだけ、それだけだったのに、私知っちゃって、私たちが複雑にしちゃったって。もう私行くね、ごめん。エリー、エリー、俺も行く。なんだ、おー、ほー、なんだ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 、これ合ってる、これで合ってますか、合ってる？このムーブで合ってる？うわぁ！近い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 ！ほら！ほら！何そのポーズ？左腕は添えるだけ？はい。はい、勝ったー！勝ったわ。ローディング、おーおーおお、なんだ、え、あれ、配信大丈夫、オッケー、行くか。どうしよう。まあ、エリー助けたいよね。目やばない、エリー、エリーどうしたんだい、話聞こうか。でも血飲んでみたいな。ちょ、一旦飲む、一杯決めとくか。ねえ、エリちゃん、じゃあちょっとこの血で乾杯しようよ。飲んじゃった。エリにこの力を渡さなくてよかった。花子さんがいない今、この学校は私のものね。なんだか今までのことがどうでもよくなる。噂につられて学校に来た子たち、自分で呼んだくせに私が現れると一瞬で恐怖の色を見せる。その代わりを追ったら面白い。ああ、なんで楽しいの。こんな楽しいことをあの子はしていたのね。もう友達の名前も家族も自分の名前でさえも覚えていないけど、私がやることだけはわかるの。ただ一つだけ簡単なこと。夜、この学校に来た子たちを殺すだけ。そう、私はこの学校の花子さん。あいやー、とりあえずバッドエンドということで、続きが気になる方は最後、エリちゃんを連れ戻してあげてみてください。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。楽しかったよー。はい、はなちゃん。